ISO キーボード用の ZWNJ のシンボルゼロ幅非設合子は合字を使用する文字体系のコンピュータ化で用いられる制御文字である。本来ならば合字として連結される2つの文字の間に ZWNJ が置かれるとその2つの文字はそれぞれ末尾形お及び当時型で表示される。スペースを間に置くことでも同じ効果は得られるがスペースよりも 両者の文字を近づけたい、または単語と形体操を連結したい場合に、ZWNJ が用いられる。ZWNJ はユニコードでは、U プラス2 0 0 c ロウィズノンジョイナーとして、符号化されている。言語によっては、文字列の正しいタイポグラフィの形を指定するために、ZWNJ が必要である。かつてアスキーの制御文字である。 ユニット分離文字がこの目的で使われていた。聖書ヘブライ語の例では、肉ダーのホラムの点の位置がバブの左に来るのが正しい。もし点がこの上に置かれると、季節と間違いやすい。現代ヘブライ語では、バブの後ろにホラムを置く理由はなく、合字は必要ないので、現代ヘブライ語の組版で、ZWNJ が必要になることは稀である。 ドイツ語のタイポグラフィでは、語字が複合語の構成要素の境界を超えてはならない。したがって、ドイツ語の最初の例では、接頭時、アウフマイナスは、後続する単語から切り離し、フロリダが語字にならないようにしなければならない。同様に英語でも、語字は、形態素境界をまたいではならない。例えば、フライやフィッシュは、ある語の中では、 携帯素だが、そうでない場合もある。したがって、デイフライのフロリダやキャットフィッシュのファイは合字にすべきだが、デフリーのフロリダやセルフィッシュのファイで合字を使ってはならない。ペルシア語では、ZWNJ を設等時、設備時、複合語において、広範囲に使用する。マニスペースを入れると複合語でない2つの単語と紛らわしくなるので、 ZWNJ を使用する。ブラーフミー系文字では、ビラーマのついたシーンの後ろか、または、従属母音の前に、ZWNJ を置くことで、文字が合成されるのを防ぐことができる。デイバナーガディでは、とは普通は結合して、になるが、ZWNJ を間に挟むと、のように表示される。カンナダ文字では、とは結合して、になるが、ZWNJ を、 両者の間に挿入すると、と表示される。主に非カンナダ語の単語をカンナダ文字で表記するときにこの方式が用いられる。例えば、Facebook は、と書かれる。やも ZWNJ を必要とする。固有名詞の例である。ドイツ語、T にキーボード配列の一部。キーに ZWNJ のシンボルが書かれている。 ZWNJ が直接入力可能なキーボードのためのシンボルは ISO IEC 9995から72009の追保1情報技術テキスト及びオフィスシステムのキーボード配列から機能を表すために用いるシンボルのシンボル番号81及び IEC 6417引き 装置用図記号の IEC6041761772 として標準化されている。ありがとうございます。